境内、鳥居なる無神社は、高知県須崎市浦の内東部にある神社。旧社格は豪社。祭人は一言種名。本殿、平殿、拝殿は、国の重要文化財に指定されている。山道が海に向かって伸びており、土佐の宮島とも称される。社殿によれば、葛城山にいた一言種名と、有略天皇との間に、争いがあり、一言種名は船出して逃れた。 有力天皇四年の大晦日にこの地に流れ着き、神社を造営したのが始まりであるとされる。実際は、鎌倉時代の県庁三年に創建されたようである。一言指名は、土佐国一宮の土佐神社と同じ祭神であるが、土佐神社は当神社の別宮であったとされている。江戸時代に入り、土佐藩二大藩主の山内忠義の命により、社殿が造営され、境外が整備された。 上記二棟は老朽化が進んだため、昭和31年より昭和32年にかけて解体復元修理が行われた。品ねじめ祭は毎年8月24日から翌8月25日にかけて行われる夏祭りである。24日は宵祭りで25日に本祭が行われる。本祭では祭りのクライマックスとして、 漁船三隻に三越を乗せとも船として、漁船二十を従え大量機をなびかせて、海上を船と漁が行われる。旧暦8月23日に行われる。神踊りが奉納される。当神社では一言署名は味高ひこね命と、同一心であるとしている高知県の歴史散歩、なる無心者他とさに流されたともされる。ありがとうございます。